イルハート挽回プロジェクト。はいはいはい、というわけであなたの心にイルハート。というわけでコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートです。これ久しぶりに言った気がします。はい、まあ、ともかくね、今回はイルハートを挽回させるためのプロジェクトということで、これさ、この言葉を使っていいんですか？苦しい。はい、イルハートの人気を、挽回するために今回はね、イルハートの今後をイルハートと決めていこうという企画になっております。待って、イルハートの人気を挽回するために今回はイルハートの今後をイルハートと、これさ、またさ、なんか魂入れ替えみたいなさ、なんかそういうさ、なんかなぜか毎週変わるイルハートの声とかさ、それを最終的にサモハートの格好で全部ごまかそうとするみたいなさ。いや、でもなんかあったじゃないですか、あのイルハートの10個の目標みたいなやつ。それをさ、やっていけばいいんじゃないですか。なんかちょっとずつさ、なんかクリア成功してるやつもあるんだしさ、それにいいんじゃないんですか。お前がそれ言っちゃダメだろ。ご存知ない方への説明として、イルハートは以前、記念すべき2回目の時、イルハート10個の目標という試練を抱えていたのだが、いかんせん毎週変なことばかりしていたこともあり、すっかり忘れていたのだった。で、今回仕切り直しにその目標を一新しようということですね。いや、しかし2回目の私は可愛いですね。なんでこんなさ、変わり果てた姿になってしまったんだろう。ともかくね、今回はそんなイルハートの新しい目標を考えていきたいと思います。イルハートからの目標の提案、あれだよ、あのね、なんかね、最終的にはあのタピオカ屋さんとかお店をね、やってみたいんですよ。なんかクレープとかもさ、一緒に売ってさ、イルハートはいつでも食べ放題みたいな。文化祭いいじゃん、イルハート文化祭だよ。なんかお化け屋敷あり、クレープあり、チョコバナナあり、金魚すくいあり、横で責任者がティッシュ配ってたらいいんだよ。スタッフの意見もあって、イルハート村を作る、違う、なんか4コマのタイトルみたいです。でも多分あれだよね、イルハート村を作る VTuber 初の政治家、お稲荷さん。何なのマジでろくなものがない。しかもさ、最後のさ、お稲荷さんいつ何って感じじゃん。何、食べ物じゃん。どういう気持ちで考えたの。そしてこれを目標に掲げたとして何をやっていくつもりなの。いや、せめてさ、こう VVV っていうのに出るとかさ、そういうのもさ、目標だよね。イルハート、いいこと思いついた。これだよ。イルハートの目標は大好きやで。イルハート、いいこと思いついた。これだよ。イルハートの目標はイルハートのゲームを出すことで、どうですか。イルハートがね、主役のゲームを PS4 とかそういうのにガチで出すんですよ。こうなんかネプちゃんみたいな RPG とかアクションとか、こう本格的なやつ。主題歌はイルハートとかイマジナリーちゃんにして、あのフルボイスでこう歌ったり踊ったりしちゃうんですよ。で、シナリオもさ、すごい感動的でさ、こう最後イルハートとかイマジナリーちゃんがボロボロになってもみんなのために頑張ってママを救ったり責任者を倒したりするの。それで最後にイルハートの曲をバックにイルハートがこう言うんですよ。みんなの心にイルハートがいる限り、この世界は平和だよ。
なんでいつもバッドエンドに行くのよ。え、でもさ、でもさ、これさ、これ悪くないんじゃないですか。こう、みんなで作るイルハートのゲームみたいな。でしょ。で、最終的にはさ、責任者にプロモーションでティッシュを配ってもらうわけよ。で、その横でこうイルハートもティッシュを配って、みんなさ、イルハートのところにしか来ないの。で、言ってやるんですよ。あれ、責任者さん、イルハートの方がティッシュ配るの上手いですねって。いい、これいい。はい、まああのね、ということで、最終的な目標はさておきで、今後はね、あのまず一歩目としてイルハートのゲームを作るを目標にね、頑張っていくことにしたいと思います。いや、今後もさ、そういうゲームをね、作るためにいろいろ頑張っていきましょうというのを軸に、イルハートをセカンドシーズンやっていきますよ。頑張ります。ティッシュ配り楽しみ、イエーイ。イルハートが今年のお正月にしたか、まず元旦に牛丼を食べました。で、2日目にすき焼きを食べまして、3日目にハンバーグを食べまして、3日目になんかでっかいモンブランのケーキを食べました。で、2日目は忘れた。でもなんかあのね、すき焼き食べた日はね、家から一歩も出なかったんですよ。そう、家から一歩も出ずに、もうなんか逆に規則正しく起きて、9時ぐらいに。で、朝の10時から夜の12時半ぐらいまでずーっとの単行本読んでた。いや、なんかさ、やっぱ単行本で見ると話がつながってて面白いですねっていうのは何？あまりにも一般的すぎる答えを言ってしまったんだけど、なんかさ、やっぱ単行本とか月刊週刊とかの漫画ってさ、1話ずつとか1巻ずつになるとさ、ちょっと忘れちゃうところとかもあるじゃない。それをさ、こう一気にこう10巻分とか20巻分とかずらーって読めるのはね、贅沢だなって思いました。そんな感じですかね。ご飯美味しかったよ。バイバイ。